はい、今回は岸田と財務省の関係、あとですね、ここ最近何が起きていたのかこちらについて考えてお伝えしていきます。今回もよろしくお願いいたします。まあ今回はですね、ちょっとあのわからない裏側について考えていきますので憶測の部分も入りますが、まあリスナー様のお役に立てればと思いまして、えー、まあ調べたことああるいはですね、えー、まあその解釈をお伝えしていこうと思います。 少し前から、ですねこの岸田と、まあ、鈴木財務大臣の発言の違いということが注目されています。岸田がですね、えー、所得税減税を1年間で4万円すると、まあ、そういうことを言いました、えー、所得税をですね、えー、1年間で4万円減税したところで、何も経済には影響しないですし、国民生活が良くなることもないんですが、まあ、そういうトンチンカンなことを言っている、まあ、岸田の発言なんですが、そのことに対して鈴木財務大臣があることを言ったわけですね。 あのその岸田の所得税減税の、まあ、財源がまあないと、まあ、そんなようなことを言って、う、まあ、嘘なんじゃないかっていう話なわけですよ、財源などないわけがないで、ここからですね実は岸田卸しなんじゃないかと、自民党の中からも、えーまあ、岸田をろそうっていう、まあそのまあ、ことが、まあ、出てるんじゃないかとか、まあ、財務省がそういったことをしてるんじゃないかとか、そういったまあことが様々言われていて、本当のところっていうのは分からないんですよ。 ただですね、興味深い、えーまあ、記事があ,のありまして、記事っていうか、まあ、情報っていうかがありまして、こちらの内容がですね、えーまあ、ちょっとね、えー、真相に、えー、迫れるのではないかと、まあ、そのように思ったので、えー、今回、こちらを考えていこうと思います。まあ、どういうことかっていうと、こういったことなんですね。財務省が、 岸田の首をまあ絞めているということから始まるんですが、11月8日に鈴木財務大臣が岸田のです、ねまあ、所得税、まあ、減税、ね、1年間で4万円所得税減税するということに対して、税収増の還元ではなく、国債を増発しての減税になると、まあ、総理の説明を真っ向から否定したと、まあ、岸田が言ってることはまあ違うということをまあ言ったと。 つまり岸田と鈴木財務大臣の考え方が食い違うということですね。で、その同じ日に宮沢っていう税調会長も同じことを言ったと。で、今度ですね、その後ですね、神田っていう財務副大臣の4回の税金滞納問題っていうのが報じられていると。だからこれらっていうのはつながりがあるんじゃないかっていうことなんですね。岸田と鈴木の発言が全く正反対になる。 であるいは、まあ、言うなれば、岸だと、今度は宮沢というのの発言も正反対になる、で今度は別のスキャンダルということで、まあ、神田財務副大臣の4回の税金滞納問題が報じられるということで、ここから何かっていうとですね、 まあ、鈴木と、まあ、宮沢、あるいはです、ね、この神田という財務副大臣、えーまあ、そういったもののスキャ,スキャンダル等です、ね、そういったものは実は財務省が仕掛けたんじゃないかと、まあ、そういったことが考えられるわけですね。だから岸田を含めてですが、岸田、鈴木、えーまあ、宮沢、あるいはです、ね、神田という者、まあ、たちはすべて、えー、財務省の飼われた犬であると、うん、財務省からに逃げられることはないと、そういったことを含んでいる、えー、この一連の件なのではないかと。 まあそういった仮説なんですね。で、多分合ってると思うんですよ。財務省がすべてを把握していて、まあ、このようなことをコントロールしてると思います。まあ、財務省が黒幕だっていう、まあ、その考えでそうだとも思うんですが、実は財務省の後ろにですね、もう一ついる可能性があるんですね。えー、創始国、外国がいる可能性がある。まあ、そういったことなんですね。で、えー、本来はこういうことにはならないということなんですよ。なぜかというと、 まあこの宮沢とい,、ね、いう税調会長は岸田と親戚なので考え方が対立するはずもないし岸田とこの鈴木という財務大臣は宏池、ね、会の頃からの、まあ、親しい関係であるのでそんなことはないと。 突然、ですねこのまあ、仲間であるものが裏切り的なものを見せたということで何があったのかということなんですよ。だからこれっていうのは何を言ってるのかっていうと岸田も鈴木も宮沢も、まあ、神田っていう財務副大臣もすべて財務省に関係しているわけですよね。財務省はこういったまあ まあ大臣、あるいは閣僚、議員、そういったものを動かすことができる、そういったようなことを示唆しているのではないかと、そういったことが考えられるわけですよ。で、そういったことから、裏で財務省がこういったことを画策したんではないかと、財務省がつまり黒幕であって、まあ、この鈴木っていう財務大臣に言わせたと、まあ、僕もそう思うんですよ。で、この神田副大臣のスキャンダルに関しても、背後に財務省がいたと。 政治関係の税金の滞納というのは、その国税庁、あるいは財務省の管理で全て把握しているということで、だから財務省が何か意図があって、こういうことをやってるんではないかと、まあ、そういった仮説があるんですね。うん で、えー、まあ、なんて言うんでしょう、財務省が黒幕だとは思うんですが、財務省の後ろにですね、まあ、日本の創始国、まあ、外国がいるわけですよ、でそういったことを、えーまあ、考える、で、えーまあ、それもそうなんですが、じゃあ、例えば今度、もう少しですね、まあ、このようなことなんじゃないかということなんですが、財務省としては、ですね、まあ、岸田を見限ったというか、もう岸田ではだめだと多分思っている、その節があるんですね。 岸田の内閣支持率っていうのは20%、後半から30%とかって言われてますが、実質ですね、1%から5%ぐらいだと思います。で、岸田はこの後何をしても支持率が上がることはないと。で、今度、岸田本人も思ってるわけですね。2024年の9月の自民党総裁選で終わると。だからその前に岸田はですね、 えー、なんとか解散をしたいと、まあ、そういうことを思ってたんですが、まあ、支持率が上がらないので、そういったこともまあ難しいと、まあ、そういった状況下になる、だから、まあ何て言うんでしょうね、えー、岸田とか、まあ、その鈴木とか、ね、えそういう <coughs>、まあまあ、宮沢とか、まあ、神田とかに、それぞれ思惑があるのかもしれない、しかしその思惑をです、ねえー、裏でコントロールしているのが財務省の、まあ、していることである、その可能性が高いわけですね。で、えー、財務省にとって岸田っていうのは、あまあ、使いやすいわけですよ。 自分たちの言うように、ね、えーまあ、な何ていうのかな、あこの、ねえー、その増税をさせられるからね、うん、あ,ありとあらゆる増税をさせ,させられるわけですよ。で、ねえー、少子化対策の財源とかって言って社会保社会保、社会保障、社会保険料を上げるとか、で、ひとたびですね、えーまあ、その制度を変えてしまえば、20年はその、まあ、増税ができるっていうことを、財務省は考えていると、まあ、そういったことがまあ書かれている情報で、えーまあ、そうかなと思うわけですよ。 で、えー、岸田のですね発言がコロ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 変わるっていうのも、これもまたおかしいんですよね。うん、で、えー、このなんていうのかな、あその <coughs> ニュースで最後の方に書かれているんですが、岸田はですね、えーまあ、年内解散を、まあ、見送る方向を固めるということで、えーまあ、岸田は、まあかまあ、解散しないわけですよ、年内にはね。で、えー、岸田はですね、えーまあ、その経済対策以外を考えていないとかっていうんですが、 岸田はですね、まあ、何を考えているか分かりません、波、え、乱、ー、の中ではその財務省のまあ言われるがまま、あるいはどこかで、ね、も,もしかしたら反旗を翻すんではないかとか、そんなことを言われているかもしれませんが、僕は多分岸田は反旗を翻さないと思います。だから岸田というのは何を思っているのかというと、財務省の言い,言いなり、えー、言われるがままにすれば、えー、何かしらでまた自分が、ね、政権を維持できる、そういったチャンスが回ってくる。 財務省がそういうことをしてくれるんじゃないかと岸田は思っている節があるんですが今度財務省としてはもう岸田というのは支持率がもう全く上がりませんから。 最後、岸田に増税オンパレードをさせて変えようとしている、まあ、そのように考えられる、で例えばです、ねまあ、岸田とか、まあそのね、鈴木とか、まあ、宮沢とか、まあ、この神田の件もそうですが、まあ、財務省に、まあ、反旗を翻すような動きを見せた場合は、こ,ういうこ,うこのようなスキャンダルを出すぞっていう、まあ、そういうふうに財務省が言っていると、そういうふうに取れる内容なんですよ。 で岸田がです、ねえーまあ、あの解散あにあの乗り出すのかというと、多分無理でしょうし、支持率が上がらないからね、で今度は財務省に対して反旗を翻すとも思えないんですよ。でえーもうまあ、先ほどもお話ししましたが 岸田は財務省がまだ自分を政権維持させるようにしてくれるんじゃないか、計らってくれるんじゃないかと思っている。その節がある。しかし財務省はですね、もう岸田ではダメだと思っている。で、自民党内でもまあ岸田ではもうダメだと思っているんで、後釜あとガマを探している、あるいはあとガマが見つかっているその可能性があります。で、 ここからが難しいんですが、財務省が黒幕っていうことなんですが、あ財務省の後ろにですね、その日本の創主国、まあ、外国ですよね、米、あるいはですね、米を取り巻くものがいる可能性があるんですね。で、こちらは聞いたことあるかもしれませんが、実は財務省っていうのは IMF っていうものとつながっている、そういったことも言われてるわけですよ。だから、あまあ、おそらくですね、まあ、その財務省とか、この IMF、そういったものがですね、 まあいろんなことを画策して、えー、まあ岸田を下ろそうとしている、まあ、そのような感じなんじゃないかと思うんですよ、裏側ではね。で、えー、岸田の後釜も決まってる可能性が非常に高いんですね。だから岸田っていうのは、当然僕は嫌いですし、まあ、皆さんも嫌いだと思うんで、全く支持しませんけど、岸田っていうのは一言で言言で何も決定権がないんですよ。今回の件で分かりましたが、鈴木っていうのも全く決定権がない。 でさらに言えばこの、ねえーまあ、宮沢も決定権がないでこの、ね。スキャンダルを明かされた神田という、えーえーね、財務副大臣も、まあ、ない。すべてはその財務省、あるいはです、ね、背後の,、まあその創始国の,、まあその意に沿って物事が進んでいると、まあ、そのようなことが考えられるわけですね。で ここからも大切なんですが、僕たち日本国民は何を考えないといけないのかというと、ですね岸田がダメだということは、それはそうなんですよ。一刻も早い岸田の退陣を願うんですが、今度です、ね、自民党でもダメなわけですね。岸田を変えてです、ね、自民党政権が維持したら、今のままと変わらないんで、ダメなわけですね。だからあの、自民党の狙いとしては、岸田を変えて別の人間を立てて、自民党政権を継続させようとしている、そのように考えられるんですよ。 だから国民がですねまずこういったことに気がついて、うん、選挙で自民党政権を交代させていかないといけないで次にですねこの政権に入る人あるいはですね、まあ、その中枢に入る人たちっていうのはこの財務省の息のかかってない人間でないとまた変わらないわけですよ。でこのねスキャンダルとかそういったものを握られて何かの時にこうね明かされて財務省の思うがまま。 財務省の背後のですね宗主国で、そこの思うがままになりますから、まあ、とにかく僕たち国民がです、ね、そういったことに気がついて、まあ、自民、公明、維新、まあ、それ以外のところですねそれ以外に票を入れるっていうのもそうですし、まあ、こういったものが裏側で出てるんじゃないかと、だから僕はあの、まあ、皆さんがいつも聞いてとても感謝してるんで、まあ、本当のことを言いますが、岸田がまあおかしいといのは思うんですよ。それは岸田はおかしいですよ。そのね 減税って言っても消費税を減税せずに所得税とか法人税を下げてね、えー、もう、ま、わけわかんないじゃないですか。 あと、ですね全くその少子化対策もしないとか、防衛費、軍事費を積むっていうのもおかしいんですが、まあ、それを支持しているのが財務省、あるいはですね宗主国である、まあ、そういったことを思って、ですね、まあ、岸田の大臣、あるいは自民党政権の交代、でそういうね財務省が後ろでついてないもの、あるいはですね宗主国の言われるがままでないもの、そういったものが政権中枢に入ることがとても大切であるとちょっと思って、まあ、そちらに関して思ったことを今回お話しさせていただきました。 岸田と財務省の関係、あるいはですね、ここ最近何が起きていたのか、まあこちらについて、まあ、臆測ってことでお話し,していた,いたお話させていただいたので、えー、まあ、参考になっていただける点ですね。あと、共感していただける点があれば何よりです。ということで、えー、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。